さて行くか17号をここまで追い込むなんてやるじゃないかあんた覚えておけ。 孫悟空を殺そうとするなら、この俺が立ちはだかるということをね。ちっ、今日は妙な邪魔が入ったからな孫悟空を殺すのは、また今度にするか行くぞ、十六号、十八号ピッコロさんすごいやたった一人で人造人間たちを追い返しちゃうなんて ひとまず助かったぜ今のオラじゃあいつらにも苦戦しただろうかな <laughs> まだ安心はできんがなあいつらはまたお前を探して現れるだろうだお前も修行を怠るなよごはんはいセルの脅威 そして一時的ではあるが人造人間たちを打ち倒すことができたピッコロだが次なる強敵に備えてごはんたちと修行を続けるのだった。